どうもこんにちは、まっさんです。今回なんですけど、まあ、あの3月19日木曜日でなんとね、追加ダウンロードコンテンツが、配信されてました。で、まあ早速ね、もうインストールして、追加コンテンツ GT 編ですね、まあ、GT 編の前編ということで、これをバーザク編に関してはちょっとね、あの全然いける気配がないんで、気配というか技が足りないんですよ。あの究極技か、敵を複数倒すような技じゃないとあいつら一気に倒せないんで、ちょっと置いといて、バーザク編バーザク編でまた後日ね、やっていこうと思います。とりあえず、GT 編を追加したんで、やっぱり GT 編をねやっていこうとちょっと思うんですけど、カプセル全然ない。いや、これちょっと足りひんよ。ちょっとね、あれなんですけど、さっきカプセルを買いに行きます。カプセル買ってから行こうかな。多分こっからの敵は、まあ、ドミグラを倒した人が基本的に行くとこだと思うんで、結構敵強いと思うんですよね。なんで、まあ、ちょっと強いと思うんで、カプセルは、全部買った状態で、臨もうかなと思います。まあ、GT 編は僕は結構、DVD も友達かなんか借りて、見直したぐらい、まあ、好きで、まあ、その最初の辺はあんまり別に覚えてないんですけど、まあ、ベビー編ですね。一番印象に残ってるのは。ベビー編は入ってるよと。まあ、基本もう L しかいらないんで、L を買っときます。このみんな元気も L ですね。ちょっと金はね、もうなくなってもいいんで。ちょっと、アルティメットスーツだけ、欲しかったんですけど、まあ、仕方ないんで、とりあえずこれで。まあ、準備これで万端ですね。まあ、ちょっとちゃんと準備しとけよって話なんですけど、もうちょっと、ワクワクしててね、準備する暇もなく撮っているんで、仕方ないですね。まあ、今日からなんで、配信が。あの、シーズンパスっていうのもあるんで、それやと、なんか、3つついてて、ダウンロードコンテンツが3つね、なんか、お得で、買えるみたいです。僕はもうシーズンパス買いましたけど、2400円でした。ダウンロードコンテンツ1個が確か900なんぼなんで、まあ、全部1000円としても3000円かかるんですけど、そのシーズンパス使えば、2600円、700円、400円やったかな、忘れましたけど、ちょっと。それぐらいで買えるんで、得だと思います。絶対ね、GT 編もやった方がいいと思いますね、あと。これで来てるはずなんで。GT 編。あー、これっぽいですね。バーダックちゃうやろな、もう。あ、お金さん、それにしてもまたドミグラに振り回されて思いませんでしたよ。もう一度タイムパトロール行きますか。え？ちょっと待って、これ。追加コンテンツどうやって行くやろ、これ。あ、フーリナ。誰これ？タンパクパン、おめでとうございます。あまたのタイムパトロール隊員だから、なんとあなたが選ばれました。見事歴史の異変を調査する権利を与えられます。おめでとうございます。なお、今回の歴史の改変はタイムパトロールを無事すべて解決されてからご調査する強く。え？いきます。多分これですよね。多分ブロリー編とかクリアしてからとか言ってるんですけども、関係ないですね。ちょっとあれは時間かかりそうなんで、バーダックとか。もう速攻でいきます。もう負けたらまた、バーダック編とかをしっかりやってから、やろうと思うんですけど。また歴史の歪みが発生しようとしています。はい、まあ、来ましたね。おそらく、今回の歴史の改変も、ドミグラのワームホールが原因よ。ワームホールっていうのは、まあ、なんか作り出すやつですね。だとしたら、放っておくわけにはいきませんね。今度の歴史では、宇宙から来た人工生命体、ベビーが相手です。来ましたね。まあ、僕言うてたベビー、まあ、この、GT 編の中で一番印象に残ってる相手です。最終ボスよりやっぱ一番ベビーがね。ベビーは、父さんやご飯さんをはじめ、多くの戦士を洗脳してしまった強敵です。そうですね。まあ、ベジータがちょっと洗脳されるんですけど。誰が敵として現れるかわかりません。くれぐれも注意してください。わかりました。ということで、ベビー編がスタートしましたね。まあ、多分ベビー編やと思ってたんですけど、案の定そうでした。何個かあるんですか？ベビーヘンドだと人造人間の17、スーパー17号ですね。もういるんですけど。あー、来ましたね。目を覚ました。あっちのトランクス。敵をすべて倒す。あー、パンいるんですね。エイジ789。だいぶ未来の方ですね、これ。え？
うわ。まず暴走するんけ。ほんまに頼りになろうぞ。それはトランクス。ポイザンも俺がしばく。うわ、声優も一緒や。やめろ。スフル人っていうのはこのベビーですね。うわ、トランプスさん敵になって強いんやな。結構おら、邪魔をするやつに一緒に死んでもらう。よし、この GT 編の、はいはい、来ました。いけってこと、これ4おるってことや。いって、あ、4や。最後の一押し、俺はワンちゃん、どうしてここに。正気に戻ったの、トランクス。オッケー、俺正気戻るはず。うわ、来た、ベビー来ましたね。ベジータベビーの大猿形態。こいつがね、え、大猿なんこれ。邪魔をするやつがまだ残っていたのか。危な、こいつはベビーです。こいつがベビーです。知ってます。サイヤ人ともに滅ぼされた俺の母性も復活した。違う違う、これから僕の星の聖域をどんどん増やして、やばいやばい、全宇宙を支配。俺これ苦手なんですよ、オーザル。これちょっと前光が、うーわ強っ。オッケー、早くしよう。お、大猿悟空。おじいちゃん、私よ、パンよ。オッケー。ベビーの気をつけて、みんなで地球に帰ろう。ちょ。オッケー。おじいちゃん。来た。くそ。あぶな。いって、めっちゃ強い。いや、違う、尻尾狙わなあかんねん、これ。オッケー、これ。あ、ちゃうわ、クローズ。オッケー、違う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 、いや違うね、これエリアやね、確か。違う違うって、全然つかめん。やばい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 、このオーザルベビーは。これね、いや違うんやって、同情してたのかな俺。多分同情してたはず。全然つかめん、なかなかつかめない。やってみた、やってみた、めっちゃ強い。くっそ、やばい。危な、なんでなんこれ、掴めるはずやない。全然いけへん。もうちょいもうちょいなやって。いけ、何回やっても、なんでやねん、マジで。来た、あーもう、もう一回、もう一回やったら多分掴める。いけ、ちょっと待って、ちょっと待ってくれって。やばいやばい、これやばいですね。体勢を立て直して。オッケーオッケーオッケー。いきます。
違うって。オッケーオッケー、くそ、オッケー、いけ。なんでなんこれ、あの原因がなんでなん。いけ、違うねん、いや違うって。あ、俺一回構えてやらなあかんのか。オッケー、あかん、全然捕まらん。いや違うねん、いって、いや強っ、これやばいぞ。この大猿ベビーを倒したら、いけ、あかん、まだ無理や、いけ、なんでなん、違うって。あーもう遠い遠いって、なんでな、違う、あかん、これ無理、くっそむずい、あとちょっとなんやけどな、つかめへんのやな。いけ、あかん、いけ、もっともっと近くか、いけ、くっそ、あかん、これ手間取りすぎと、いけ、なんでなんこれ、謎やってマジで。もう格闘台正面突破行こうかな。あら、くっそ、なんでや、もっと近づくんか、あかん、強いな、やっぱこいつ。あら、無理や、死ぬって、ほな、もう使うしかないだろこれ、投げじゃないとこれ無理ですね。何投げられへんの、いけ、なんでやねん、危ない、いや違うねん、なかなかできないっす、これむっちゃむずい、なんで掴まへんのこれ、角度悪いんかな、いや違うねん、違うねん、投げの難しさがない異常なんですよ、あかん、あ、全然投げられへん、いって、なんでなんこれ、あれなんかボタンがあるんですかね、コマンドが掴んでいるんですけど、
あかん、全然つかめへん。なんでな、くそ、大猿ベイビーだるい、マジ。あかんなこれ、うわベビーマジでだる、全然つかめ。いけ、あかん、なんでなんやろ、つかみがめっちゃむずいんですよねこのゲーム。なんで、なんか角度が悪いんかな。あかん、全然つかめへんし、これ何なんですかね。あかん、なんでなんこれ、コマンドがあるんかわかんないですけど、全然こっから先に掴んじゃうけど、無理や、うん、これそ、負けたし、ちょっともう一回いきます。オーザルベイビーなんなんやろこれ、それでも俺の弟子か、いけるはずなんですかね。掴むのが下手すぎて全然いけへんっていう。トランクスなんかもう一回、もう一回ベビー、この猿戦はちょっと僕一回もやってなかったんで、だいぶね、トランクスから苦労しそうですね。だいぶ時間かかってるんですけど、まあ猿は絶対倒します、今回でね。トランクスは楽勝なんですよね。どうしたの、トランクス、問題猿なんですよ。いけ、何しちゃうのこいつ、いけ、トランクスはもうザコにする、猿がね、よし、いけ、何しよう何しよう、くっそ、いけ、よっしゃいけ、まあこれはめたら楽勝ですね。いけ、パパもボタンおじさんもトランクスも、いって、よし、オッケー、うん、ここはね楽勝なんですけど、俺の邪魔をするやつがまだ残っていた、もうねベビーこれ、うっ、こいつはベビーです、強っ、サイヤ人共に滅ぼされた、もう普通にね大事でいきます。これから僕の星の生物にどんどん寄生していって、こっちの方が早い気がするんですね。おじいちゃんよしよしよし、はいよ、ベビーが気をつけて、みんなで地球に帰ろう。 OK、オッケー、はい、来ました、あー、4来ましたね、スーパーサイヤ人4の悟空、オッケー。おじいちゃん、その姿いって、ちょ、なってしまったんですけど、もうこれで貴様、生きていたのか。
今度の俺はちょっと強いぞ。やりました。悟空さんがスーパーサイヤ人4になって帰ってきました。よし、あとはペミを倒すだけですよ。サイヤ人など一人残さず生かしてはおかん。決戦も決戦、超最終決戦で行こうじゃないか。いいだろう。これで狙えるんかな。今度こそ本当にお前を殺して終わりにしてやる。これ狙いじゃねえ。いや、危ない。いや、やめろって。ベビーのね、この尻尾が狙いだら楽勝なんやけど。うわ、これができないんですよね。これ何回もあれ、なんかタイミングがあるんか分からんけど。あ、ミスった。いって。地味にうぜっていうのあれ。くそ。違うって。いって。通常攻撃減らした方が。あ、全然つかめんてんや。いけ、あかん。これがな、これなんなんやろな、マジ。危な。オッケー。なんでやねんこれ。いって、そ、使うしかない。下から行った方がいいんかな。あが、ここが難しいんやった、ほんまに。この猿の、ああ、くっそ、全然つかめ。来た、来たんじゃん、来たんじゃん。よっしゃ、やっと来た。オッケー。あが、くっそ。違う違う。オッケー、いけ、よっしゃ、オッケー、倒した。いやー、なんとかちょっとかかりすぎたんですけど、倒しましたね。回すのが難しいね、掴むのが。なんて野郎だ。サイヤ人の攻撃をあっさりと超えてやがる。これ一応まだ師匠ベジータなんでね。これで終わり？あー、来ましたね。え？前こんなん、なかったはず。なんだ？え？まずい。ワームホールです。やばい。一旦戻ってきてください。ワームホールの行方を追いましょう。ちょっと待ってくれ。ハグを守ってくれて、ありがとな。また会えるような気もするけど。じゃあ。原作だとあそこでね、もう殺されるというか、出ていくとこ、10倍カメハメなんで死ぬんですけど、なんかワームホール移動したってことは多分あいつとまだ戦うんでしょうね。いや、それにしても大猿戦はちょっと苦手ですね、僕。お帰りなさい。お疲れ様でした。結局こいつはまだ洗脳されるだけでしたね、トランクス。
ベビーを追い詰めたところでワームホールとは、また厄介なことになりそうです。次の巻物は、また俺が調べておきます。もう調べるかかりなんだよね、トランクスは。そろそろ慣れてきましたよ。いや、それは慣れてもらうの困るやろ、もう。人って、こうして成長していくんですね。スコアラーみたいなもんですね、もうトランクスに関しては。スコアラーとしての成長ね。それ以外は何の役の戦闘能力が何も上がってません、トランクスは今。まあ一応多分これでクリアしましたね、一応。あ、またあるんで、まあちょっと今回は、ね、長引いたんですけど、投げをもう少し上手くできるようになりたいと思います。次、サル戦があった時にね。今回ちょっと長くなりすぎたんですけど、まあとりあえずクリアしたんで、GT 編。前編ですかね。前編ダウンロードコンテンツ。まあまだ引き続きストーリーあるみたいなんで、続きまだやっていくと思うんで、ぜひ楽しみにしておいてください。というわけで今回は終わります。ありがとうございました。